肌の弾力って20代の半ばから徐々に落ちていくそうなんです。すぐに品切れになっちゃったっていうセラムなんですよ。知る人ぞ知るアイテムでめっちゃ好評で、なんで今更これ知ったのかなっていうレベルです。一度ね、私に騙されたと思って使ってみてください。안녕하세요ハリニンミダ。はい、今日はですね、お肌の弾力ケアについてお話ししたいと思います。皆さん、肌の弾力って聞いたらどうですか？まだ自分には関係ないと思ってないでしょうか？でも肌の弾力って20代の半ばから徐々に落ちていくそうなんです。なので早めにケアを始めてあげることが大事なんです。若々しく見える肌と老けて見える肌の違いって、肌のコラーゲンと言っても過言ではないかなと思うんですけど、今日はですね、そのコラーゲンを守り、肌の水分までチャージしてふっくり張りのある肌に仕上げてくれる、そんなスキンケアを紹介していきたいと思います。最近私はこれを使って本当に肌がぷっくり弾力が出てきたような気がします。絶対にね、後悔しないので、この動画最後まで見てくださると嬉しいです。では始めたいと思います。まずブランドの紹介からしたいんですけど、私韓国に住んでて、韓国の一番有名なドラッグストアオリーブヤングをね、よく利用するんですよ。ナンバーズインはオリーブヤングの販売ランキング1位2位を取ってるブランドなんです。調べてみたところ、2021年の韓国 YouTuber アワードっていうアワードがあるんですけど、そちらのスキンケア部門で1位を獲得したブランドでした。日本でもね、最近知名度どんどん上がってきてると思うんですけど、韓国では実力を認められたブランドに間違いないです。まあ、オープニングでもね、言った通り、肌のコラーゲンっていうのは20歳半ばからどんどん低下していって、1年に約 1% ずつ低下していくそうです。コラーゲンが消えていくと、肌の弾力がどんどん落ちていって、シワがね、増えていっちゃうんですよ。で、一度シワができちゃうと、もうどんどんめちゃくちゃ速い速度で増えていっちゃうので、これが肌のコラーゲンが失われてるっていう信号なんですね。で、私が使ってるのがこのナンバーズインの4番プルントコラーゲン 73% セラムです。これナンバーズインの例の4番セラムがリニューアルしたやつなんですけど、知る人ぞ知るアイテムでめっちゃ好評で、リリースしてすぐに品切れになっちゃったっていうセラムなんですよ。まずテクスチャーからお見せしますと、手の甲にのせてみるだけで本当にプルンとしたプリン、ゼリーのような感じのテクスチャーで、触ってみるとコロコロと動くぐらいなんですね。でもさっとこすると体温に溶けてスーッと馴染んでいきます。わかりますか？すごいしっとりと水分感がすごい。肌の内側から水分が満ち溢れて、プルンとね、水分の膜をかけたような感じです。コラーゲンセラムとかコラーゲンクリームってたくさんあると思うんですけど、ただね、コラーゲンが入ってるからいいってわけじゃないんですよ。どんなコラーゲンが入っているのか、そしてコラーゲンの粒子の大きさっていうのがね、重要なんですよ。で、この4番セラム、一般のコラーゲン製品と何が違うのかっていうと、スイス産のコラーゲンを使用してるってこと。さらに吸収率を高めるために、粒子を細かく分けた超低分子コラーゲンです。品質の良いコラーゲンを使用した、一般のコラーゲン粒子よりも細かく作ってるので、お肌に吸収されやすくって吸収率をね、高めたとのことです。まあ、こちら商品名でも分かるようにコラーゲンが 73% も入ってます。まあ、こんなにコラーゲンがいっぱい入ってるとすごい重たいんじゃないかって心配される方いらっしゃると思うんですけど、でもこれは全然重たくない。水分感が溢れててもちっとしたお肌に仕上げてくれます。何度も上から重ねても汚くなったりとかせずに、肌にすっきり馴染んでくれる感じが私はお気に入りです。これを使う前まではコラーゲンってそんないる？って正直思ってたんですよ。まあ、そんなね、一生懸命コラーゲンのケアなんてしなくていいんじゃないのって思ってたんですよ。でも20代半ばから徐々に減少していくってのを知って、そこからね、どんどん急激に老化が進んでいくっていうのを知ってしまったので、もう私もね、20代半ばなわけですよ。今からケア始めて全然損はないなと思って、しかも肌に何かトラブルできてからじゃ遅いんですよね。皮膚科とか通うってなってもお金すごいかかっちゃうし、だから肌は調子のいい時から若いうちからケアをしていくっていうのが大事で、それはコラーゲンケアも同じです。まあ、最近は飲むコラーゲンとかあったりするじゃないですか。あれは体全体のコラーゲンを管理してくれる、ケアしてくれるってものなんですけど、この塗るコラーゲンはお肌、顔のコラーゲンを集中ケアしてくれるっていうものです。
目元とかほうれい線とか気になる部分に集中的に塗ってケアしてあげるっていうのもおすすめです。これ見てわかるように水分感がとにかくすごいんですよ。これが主にヒアルロン酸の効果で、マルチヒアルロン酸が8種類も入ってます。なので4番セラムは単にコラーゲンだけが入ってるわけじゃなくって、肌の弾力を守る3大要素のコラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸が全て入っていて、この3つの、ね、効果で水分そして弾力がすごいんです。普通の水分セラムとか水分系のやつって塗ったら、その時はいい感じになってもすぐに蒸発して乾燥してしまうみたいな経験された方いらっしゃると思うんですけど、私がこれを実際に使ってみて思ったのが、一日中本当にしっとりしてるんですよ。でなんでかなって思ったら、やっぱさっきのね言った通り、お肌の弾力を守る3要素が入ってるってのを知って、あーなるほどなーって思いました。本当にプルプルしっとり感っていうのがね長持ちするんですよ。あとセラムだけど水分感がかなりあるので、まあ、これから冬の時期お肌すごい乾燥すると思うので、そういった時は何度か重ね塗りをしてスリーピングパックみたいな感じで使う方法もおすすめです。そしてこの4番セラムと一緒に使ってよかったのが、このナンバーズインの2番ピタッとメイクトナーです。これはメイクのブースティングトナーとして、メイク前に使うとめちゃめちゃメイクのり良くなります。スキンケアの最初のステップでコットンになじませてお肌を拭き取っていくと、お肌がしっとりもちもちになるんですよ。これ見えますかね、化粧水1本塗っただけでこの肌のもちもち感、この上はねほんと何を塗ってもいけるって感じの最強のお肌に仕上がります。特にベルギーのね温泉水が 89% も入ってるので、仕上がりがね温泉上がりのお肌あるじゃないですか、すごいしっとりツルツルした感じのお肌、ああいう感じに仕上がると思っていただけたら分かりやすいかなと思います。本当にこのトナーで肌のキメを整えてメイクするとメイクのり全然変わってきます。でこのトナーを使った上からさっきの4番セラムを使うとめちゃめちゃ相性がいいです。普段ねメイクのり悪かったりとか、お肌の調子が悪くってメイクこのままで 100% 浮くなっていう日に、皆さんよかったら使ってみてください。なんで今さらこれ知ったのかなっていうレベルです。もっと前から使っておきたかったです。そして最後はトーンアップクリームなんですけど、こちらナンバーズインの3番ノーファンデ陶器肌トーンアップクリームです。最近ナンバーズインのスキンケア使ってから肌の調子良くなった気がして、マスクつける日とか、まあ、忙しい時とかノーファンデのことが増えて、このトーンアップクリームの優秀なところが、ただトーンアップしてくれるだけじゃなくて、キメとかね毛穴とかは埋めてくれるんですよ。そして白じゃないベージュ色なので、色ムラになったりする心配がなく、自然に肌がトーンアップします。 SPF50+PA4+ なので、日焼け止めの効果もあるし、あとはプライマー機能パウダーまで入ってるので、あれこれねお肌に重ねて塗る必要なく、これ1本で完結しちゃいます。でさっきの2番トナーの後に4番セラムを塗って、で3番のトーンアップクリームで仕上げてあげると、肌の内側はしっとりして表面はサラッとした感じに仕上がるので、最近これお気に入りでよく使ってます。最近はねマスク必須だと思うし、マスクの時ってベースメイクかなり重要じゃないですか。こちらはメイク崩れにもね強くて本当に助かってます。はい、今日はですね肌のコラーゲン弾力ケアを紹介してみたんですけど、いかがだったでしょうか。まだ早いとか言わずにね、一歳でも早くコラーゲンのケアを始めることをお勧めします。値段もねお手頃なのに、こんなコラーゲンがいっぱい入ってて弾力ケアができちゃうセラム、使わない理由はないんじゃないかなって思います。他にもねナンバーズインのアイテムはめちゃくちゃ気に入ってて、トナーパッドだったりとか、あとクリームとかも私使ってるんですけど、マジでどれもすごく良かったので、一度ね私に騙されたと思って使ってみてください。多分ね皆さんも絶対私みたいにリピートして使ってると思います。そして今日紹介したナンバーズインの公式サイトは Q10 とか楽天にもあるので、気になった商品があった方はねぜひチェックしてみてください。では今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が少しでも良かったなって思った方は高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。では今日の動画はここまでです。次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。